お世話になります、ひとりでございます。3月のレイドが更新されたということで別の動画で解説させていただいたんですが、実はですね、巨大テブレムが出現するということでなんか話題になっているみたいですね。それについてちょっとその動画で触れてなかったので、今回この動画でゲットしていこうかなと思います。まあ、巨大テブレムってのは何かというと、巨大マックスのマークがついたテブレムってことですね。普通巨大マックスのマークはブリムオンがつくのかな、ですがなぜかテブレムについているという、これバグなんかをちょっとよくわかんないですけど、そういう個体がいるらしいので捕まえていきたいなと思います。でやり方につきましては、不思議な贈り物からですね、普通にワイルドエリアニュースを受け取るで、ちゃんと受け取っておきましょう。まあ私は受け取ってるんですが、すでに一応お見せするためにやりたいと思います。はい、これで OK ですね。はい、それで受け取ったらまあ出現する場所についてはね、どこでも出ると思いますので、まあ普通にイベントレイドのねやつ出す感じでやればいいと思います。はい、これで出てくるかな。はい、違う。あーもうダメか。お、来たんじゃないか。でですね、なんか星さんのレイドで出るらしいですね。なのでここをねみんなで挑戦で、ホームボタンで日付変更バグでね、ちょっとミスった日付変更バグで、変えて、テブリム出していきたいなと思います。いきましょう。ちなみにですね、そのテブリムって初めてじゃないみたいですね。今まで出たから、もしかしたらなんか仕様なんじゃないかっていうね話もありますよ。まあそれどうなのか全然わかんないけどね。まあとりあえずやっていきましょう。オッケー、来た。めっちゃ時間かかった。なんでこんな時間かかんの。別の動画で撮った時めっちゃ早く出てきたのに10分以上かかったぞ、出てくんのに。こいつこれで出てこなかったらマジで最悪だな、本当に。いや一応これ出てきたらレポート書いといた方がいいと思います。まあこいつがそういうその巨大テブリムかはわからないですけどね。まあとりあえずこれでいきましょう。押し来いよ、頼むよ。まあこの状態でもちろん巨大マックス状態になってるわけはないですから、てかできませんから。そもそも巨大マックスのテブリムなんて本当はね存在するわけないですから、だからこそレアいんですけどね。つかなんでこいつのためにこんな時間かけなあかんねんって話ですよね。オッケーオッケー、畳目で半分ぐらい入る。ちなみにこいつは2つですね、バリアなので余裕ですね。オッケーオッケー、滝登りでめっちゃ入ったありがとう。たまには役に立ってくれることもあるんですね。ダークボールでいきましょう。別の動画でちょっと捕まえれなかったことあったからちょっと厳しいかもしれないけど、そこは運をちゃんと出してくれ。オッケー、ありがとう。さすがにね捕まってくれるというね親切さ、本当に感動します。私はアイテムは普通ですね、経験はメール、まあ鎧鉱石とかね、これまあ別の動画でもね説明してるんで、まあいいでしょう。オッケー、まだ捕まえてなかったんだ。はい、見ていきますよ。これは普通かな、個体値ちょっと見れないんですが、はい、おお、来た来た来たちゃんと巨大マックスモルクついてる、やばいでしょなんでやねん。しかもこれ今撮ってるのが17時50分ということで、5時50分、つまりこれレイド始まってからもう結構時間かかってるんですね。なので修正されてもおかしくないはずなんですが、今現時点でいるということで、もしかしたら仕様なんじゃないかなと思ったりもするんですが、そこはいかがでしょうか。皆さんの意見聞かせてください。前ね、私が記憶にある限りではハイドロポンプを覚えたドリューズだっけ、確かそんなのが出て、それはすぐ確かね修正されたんですよ。ですからこの個体もすぐ修正されるのかなと私は思ってたんですけど、普通に手に入っちゃいましたね。で特性はマジックミラーで、相手に出された変化技を受けずにそのまま返すことができるというね特性でした。まあ、ちなみにこれ夢特性ですねなので無駄に運がいいというか、ちょっとよくわかんないですけど。で技はマジカルシャイン、再起光線、マジカルフレーム、チューンボイスですね。いや結構カタカナ系のね技ばっかですね。だからなんだっていう話なんですが、そんなもんです。でおとなしい性格で暴れることが好きっていうことで、これ別の動画でレイドのやつあげたんですけど、みんな暴れることが好き個体でしたわ。今日は暴れることが好き個体が多いんすかね。まあいいや、どんでも。ということで今回はおそらくバグ個体っつうのかな、これは、巨大マックスマークがついたテブリム普通に手に入りますので、今ね、レイド始まってから約9時間経ってもまだ修正されてないということで、で結構話題になってて、ゲームフリーク側も多分見てると思うんですけどね。なのに修正されないってことは、まあ、おそらくわざとなのかな、それかポケモンレジェンズアルセウスへの伏線なのかもしれませんね。まあとりあえずまあこんな感じで巨大マックスマークがついてるテブリムということで、ブリムオンの存在を脅かすようなね個体が出てきましたので、こんなことしてブリムオンに怒られないか心配ですね。